2日連続で熊の被害です。今日午前、立山町で75歳の男性が熊に襲われ、顔を噛まれて大怪我をしました。県は今年2回目の熊出没警報を出して警戒を呼びかけています。こちらが男性が襲われた現場です。ここで熊に引っかかれたということなんですね。消防などによりますと、今日午前9時過ぎ、立山町米道で近くに住む75歳の男性が熊に襲われたと男性の妻から119番通報がありました。男性は犬の散歩中に襲われたということで、顔を噛まれて大怪我をしました。私怖い、大丈夫大丈夫、もう本当に気の毒だった。ゴルフクラブも取られますが、これは何なんだ、外出る前に熊で出てきたら弱っかなと思って、この付近で熊が目撃されました。外出の際は音の出るものを身につけ、十分にご注意ください。警察や町、猟友会がパトロールを行いましたが、熊は見つかっていません。これまで熊が活動する早朝や夕方に注意と呼びかけてきましたが、今日は午前9時を過ぎての被害で、猟友会も困惑しています。何せこんな時間だからね、出るとね。そうですよね、朝この辺ずっとパトロールしてるんですが、朝6時過ぎには。再び現場に戻ってきて発見したのは、民家の脇に点々と落ちていた熊の糞、そして足跡も。これ足跡か。これ、こんなやつだわ。ここにもあります。これも爪跡分かろう。ああ、本当だ。こう置いてるんだよね。爪の方向から集落の中を流れる土地津川沿いを上流に逃げたとみられます。熊による人への被害は、昨日南砺市で2人が大怪我をしたのに続いて2日連続の発生です。また県内では今年9件目で12人が怪我をしています。県は今日、今年2回目の熊出没警報を出して改めて警戒を呼びかけています。昨日の被害は午前10時過ぎ、今日は午前9時過ぎの発生で、いずれも自宅のすぐそばでした。早朝や夕方だけでなく、日中も、そして住宅街でも警戒が必要です。